はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴマインクラフトの氷の城21186です。部品の袋は4つで、パーツは499個、そして説明書が1冊入ってました。キャラクターは全部で6体です。プレイヤースキンは王国の戦士ということで、これかっこいいなと思いました。光当てるとね、反射してますけど、全体にゴールドのプリントが入ってるんですね。背中側にもこうやって入ってます。綺麗でかっこいいですよね。で、手に持ってるのはダイヤの剣と、あと盾ということで、この盾のパターンもね、いいなと思います。もちろんプリントパーツです。後ろ側はこんな感じになってます。あとイエティのスキンということで、おへそがありますんで、まあ裸なんでしょうね。ちょっとね、可愛いなと思いました。手に持ってるのはクロスボウですね。背中側はこんな感じになってます。で、敵キャラとしてはまずゾンビが2体です。鉄のヘルメットいいですよね。これね、かっこいいなと思いました。チェストプレートがついてたら最高でしたけどね。王国の戦士につけるとこんな感じです。かっこいいですよね。まあ、下がねゴールドなので、まあ、金のヘルメットだったらもっと良かったのかなと思いますけど、まあでもね、かっこいいんじゃないかなと思います。あとスケルトンが2体ついてました。まあゾンビにヘルメットがついてましたんで、まあこっちにもね、なんかヘルメットとかつけてくれてたらなという感じはしましたけどね。そして上形セットの氷の城です。両サイドの塔がね、まあよくあるタイプかなっていうのはありますけど、ただかっこいいなと思いました。あとカラーリングはやっぱりちょっとね、寒々しい感じはするんですけど、まあ氷の城なので仕方ないかなというところですよね。で、サイズ感なんですが、ミニフィグと比べるとこんな感じになります。結構ね、大きいんですよね。横幅が約22センチ、奥行きが約19センチになってます。まあ正直十分な大きさじゃないかなと思いますね。フィールドのプレートパーツはまず白ですね。雪をイメージしてます。で、草地のこの色がね、かなりそれっぽくていいなと思いましたね。あとこちら側氷なんですけど、このポッチの部分の色と、あとタイルの部分でね、色が違ってるんですよね。この辺もね、いい感じじゃないかなと思いました。で、中に関しては紫色ということで、まあおそらく絨毯をイメージしてるんじゃないかなと思います。あと入り口部分ですけど、これはテラコッタですよね。もちろんプリントパーツになってて、今回新パーツなのでこのセットにしか付いてません。で、これね、タイルパーツ4枚付いてますよね。なのでこれとかこれとかいろいろ配置楽しめますよね。21160のイリジアの襲撃に別のタイプのテラコッタが付いてたんですけど、2枚しかなかったんで文句言った記憶があります。今回についてはね、4枚付いてますんで、こうやって楽しめますんで、これはね、なかなかいい仕様じゃないかなと思いました。で、その入り口のところ、明かりとして両サイドに魂のランタンがついてますね。まあ、氷の城なので、雰囲気としてはね、すごくいいんじゃないかなと思います。上の方にも実は両サイドについてるんですね。まあ、最近ちょっとね、この魂のランタン、それからランタンがね、多いような気がするんで、まあ、個人的には一部ね、まあ、普通の松明でもいいのかなと思っちゃいますけどね。続いて城壁部分です。一番外側、まあおそらく木をイメージしてると思うんですけど、支えみたいなのがずらっと並んでますよね。これもいいですよね。で、やっぱり氷の城ということで、氷とか雪とかをね、使ってるんだと思います。で、パーツをね、かなり使ってるんですよね。なので、まあ逆階段状とか、凹みとかね、結構複雑なデザインになってます。これいいなと思いました。で、その壁の上のところ、まあ、手すり状になってるこのグレーの部分なんですが、同じものが向こう側にもあります。で、入り口のところにも似たような感じのがついてるんですね。これなんですけど、実は、こんな感じで簡単に外せるようになってます。これね、すごくいいなと思いました。ここにね、別のものを取り付けて、まあ、柵みたいなのを作ってもいいですし、このね、一つポッチのパーツを外して、壁をね、こうやって作ってもいいと思います。これね、カスタマイズかなりしやすいので、この仕様はいいなと思いましたね。